バミューダ諸島のデボンシャー・リーダウトのイラスト、1614年、ルドゥート、革命法、砦、で、要塞、など。ルドゥートは、植民地時代、ヨーロッパの帝国の多くが、軍事的戦略の一要素とした。その概念は、中世からあったが、17世紀の防板式要塞で、有名になった。しかし、20世紀になると、機動船が主流となり、工場船の重要性は薄れた。 イングランド内戦中、砲撃から要塞を防御する目的でル,ルートが作られることが多かった。要塞の近くに大抵見晴らしの良い小さな丘があった。それまでは要塞から距離がありすぎて脅威とはなり得なかった。しかし1646年のウスター包囲戦で延長島はウスターに近い小さな丘に大砲を設置して勝利した。1651年には 今度は、騎士党がその丘を、ルドゥートとして使った。ウスターの戦いが始まると、延長党はこのルドゥートを攻略し、再び砲撃場所とした。これによりウスターは、防御不能となり、敗北。イングランド内戦は事実上終結した。マルサシュロックの党イバドム。マルタで唯一残っている党型のルドゥート1715年。 以降、西洋ネ騎士団は、マルタ島の解剖力を高めるため多くのルドゥートを建設した。敵軍が上陸し沿岸砲で包囲することを防ぐため、ルドゥートは湾の中央に建てられた。ルドゥートのデザインは、フランス植民地時代に建てられたものに影響された。全部で11ありほとんどは五角形のルドゥート、それに、半円形、または長方形のルドゥートが2、3。 ほとんどのルドゥートはその後取り壊されたが、ライドットタ、ブリカネット、ライドットタ、サンゴーム、ライドットタシアメニスは現存している。四つのツアーリーデューツも建設された。ツアーリーデューツとは、塔の形をしたルドゥートで、マスケット銃の鉄砲狭間が横一列に並んでいる。このうち三つは、マルサシュロックを取り囲み、一つは、ゴゾ島のマルサルフォーンにある。現存している。 唯一のものはマルサシュロックのトーレイバドムだけである。1798年から1800年にかけて、マルタはフランスの占領下にあったが、反乱軍はフランス軍と戦うため多くの要塞を建設した。ほとんどの要塞は砲台だったが、少なくとも二つはルドゥートだった。1799年には、イギリス軍もライドットタサン・ロックとライドットタ。 サンルスヤヌをマルタに建設した。しかし、フランスの閉塞により減損しているものはない。19世紀後半には、イギリス軍がビクトリア1000の一部として、ホム・アイ・アール・リー・ワンの近くに、ルドゥートを建設した。アメリカ独立戦争時、大陸軍の後兵は、ウェストポイント防衛のため、たくさんのルドゥートと取りそして100ポンドを超える鉄の鎖の管を建設し、 ハドソン川を横切るように鎖を張った。イギリス陸海軍がハドソン川の支配権を得るためにニューイングランドを中南部大西洋岸州と切り離そうとするのを防ぐのが目的だった。鎖の艦は川を封鎖し、鳥では鎖に近づこうとする船を攻撃。一方で、ルドゥートはウェストポイントへ乗り路を防衛するよう配置された。軍事史において、 ルドゥートが重要な役割を果たした例を挙げる。国家要塞とは、戦争の命運をかけた戦闘で敗北した場合、あるいは敗戦が避けられない場合を想定して、事前に国家の残存勢力が撤退できる場所のこと。通常、その場所は抵抗に適した山岳地帯や半島など防衛するのに、地理的に有利なところが選ばれる。ありがとうございます。